この間のブリです。4日ぐらいでさばこうと思ってたんだけど、ちょっとバタバタしてて今5日目です。よし、どうかな。こっちは切って友達とかに持ってってあげようと思います。それともう半身はまた後でさばいて、どうだろう、やっぱお腹の方美味しそうだから、これぐらいお刺身にして、背中もある程度油ありそうで美味しそうだから、背中とお腹合わせて漬け作ったり、それでまた明日、カルパッチョもちょっと作ったりとかで、残りとかをシンプルにこうバターとかでソテーして食べたりも今回してみようかなと思います。すごい真っ白ってことはないけど、でもやっぱ美味しそうです。かなりお肉っぽいというか美味しいと思います。尻尾のこの辺に筋というかあります。それとこのお腹側、幅があるからちょっと難しいです。ちょっとの方が重いし、これで人に持ってってあげるのに、本当は切らずに食べる直前とかに切った方がいいとは思うんだけど、友達んち包丁がもうすごいガタガタになってて全く切れないって言ってたから、切って持ってってあげようと思います。まあ少々、一番脂っぽいところ、でちょっと味見。背中の方、美味しい。今5日目だけどプリプリです。油の乗りは背中の方そんな真っ白っていうことはないんだけど、でも味が濃いくて美味しいです。前にブリ釣った時に本当もう背中の背トロっていうのかな、この三角の部分が
真っ白になってるようなやつ釣ったことあるんだけど、それはそれでものすごい美味しいんだけど、イクラが若い人でもそれだけ真っ白だとちょっとこう脂っこさがちょっと胃がもたれるじゃないけど、何切れも食べれないけど、これぐらいはこうパクパク食べれるというか、うん、いいかもしれないです。これはこれでバランスが良くて。で、今のところこのブリのちっぽさっていうのもかなり弱いです。まあこの今切ったからここが酸化してきたらこう気になるとは思うんだけど、やっぱある程度あのふったちの血抜きの効果もそこそこあったのか、うん、今のとこもうほぼ気にならないというぐらいです。美味しい。で、これがお腹側の一番前の一番脂があるところ。噛んでたらもう後から後からこの脂の甘さと、ちょっとブリは甘酸っぱさ、まあ酸っぱいまでは言わないんだけど、なんか甘いだけじゃなくてこうちょっとうまみと、こうまあめちゃくちゃわずかな酸味じゃないけど、うん、まあブリの香りというか美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。やっぱこれぐらいの海苔だったらこの脂の海苔も、うん、ちょうどいいというか、次々食べれるぐらいの海苔で、うん、旨味濃いくて美味しいです。ただちょっと気をつけるとこはやっぱ酸化しやすい魚だから、多分血とかがこう酸化して嫌な匂いになりやすい魚だと思うから、これはまあなるべく早めにこう切ったら食べようと思います。今日明日ぐらいでも。これはサワラ。Yeah.